内藤国夫は、将棋騎士。騎士番号77。兵庫県神戸市出身。党内金吾八段門下。演歌歌手、詰将棋作家としても活動。レコードジャケット、音楽配信での氏名の表記は、内藤国夫。棋聖、王位のタイトルを通算4期獲得。竜王戦1組、通算3期。順位戦 A 級通算17期。 内藤の師匠の東内金吾は坂田三吉の弟子であるので内藤は坂田の孫弟子である内藤はこれを誇りにしておりことあるごとに坂田先生の孫弟子と語る当初内藤は東内の将棋道場の看板に横書きされた東内の文字を逆向きに読みおなじみ王子の人がやっている道場だと誤解これが東内の道場に通い始めるきっかけとなったちなみに 後々になって、内藤は、師匠と生が、童話財音の東内忍という弟子を持つことになる。東内の弟子で、騎士は内藤を含め8名。1968年に、東内が死去した後、淡路ひとししる、小坂昇堺坂井淳吉が3段で苦労していたため、すでにプロになっていた内藤は彼らと、若手勉強会を行い、後に3名ともプロとなった。 党内はじめ門は関西将棋界に一大勢力を築いた。党内の将棋道場が神戸市の三宮にあったため、一門は神戸組と呼ばれた。党内の死後、内藤は一門の総帥的存在となり、神戸組のドンと呼ばれるようになった。1983年には神戸組で順位戦 A クラス以上4名、タイトル4個獲得の全盛期となった。ただし、 有望な少年が関西に現れても自身の弟子にせず、弟分に委ねること、一がほとんどであった。内藤は、騎士となってから2013年に至るまで、前述の党内忍を含めわずか4人しか弟子を取っていないものの、そのうち、関喜博光及び3枚、道達也を、プロの騎士に育て上げた。なお、関喜は2005年9月に、吉田正和を弟子に取り、 その吉田は2008年10月に騎士となったため、内藤は現役中に孫弟子がプロ騎士になるという非常に珍しい快挙を成し遂げたに内藤と吉田は2012年4月17日の公式戦で対局し、1000日手の末に吉田が勝ち、内藤はさらに珍しい孫弟子からの恩返しを受ける結果となった。1992年、 将棋世界に掲載したエッセイ、我が詩、党内先生の思い出が第4回将棋ペンクラブ大賞雑誌部門大賞を受賞。同エッセイは書籍、私の愛した勝負師たちに収録されている。2005年6月から2010年5月まで日本将棋連盟関西本部長を務めた。余義である演歌歌手としては、 1976年から1977年にかけて、お雪が100万枚以上を売り上げる大ヒットとなった。歌手名表記は、内藤国夫。この、お雪は、後に演歌界の第一人者となる作曲家、原哲也にとっても、初のヒット作となった。当時、騎士の中で最も歌がうまく、歌手の中で最も将棋が強い人物と称された。 内藤の歌声をバーで聴いた流しのボスがその伸びやかな高音と少々ハスキーが勝った性質の歌が味わい深くすっかり惚れ込みガツ10万円出すからプロになれと口説いたとの逸話がある内藤は他にああ雪列車や男の酒場などをレコードとして発表している内藤のヒットを見て囲碁界から次の誰かをと石田義雄に白羽の矢が立ち歌手デビューしている 2010年9月21日、NHK 火曜コンサートに出演し、お雪を熱唱した。歌番組への出演だけにとどまらず、テレビドラマ、CM などにも出演した。主語として有名で、弟子の歓喜曰く、自宅で日本酒を一生開けてから外に飲みに行くことがザラだった。早朝まで酒を飲み明かした次の日に、全く二日酔いの素振りも見せず現れることから、 同じく主語として知られる、芹沢白文も、あいつと飲むと殺されそうになるとして、酒の強さに脱帽していたという、ファミリーコンピュータ用ゲーム、内藤球団将棋秘伝の監修を行った。クイズ集の、最も将棋が強い芸能人という問いで、答えが内藤国夫となっているものがあった。熱狂的なプロレスファンとして知られる、アントニオ猪木からもらった。 ボクシンググローブでサンドバッグを叩いている、力道山が亡くなった後の対局ではショックで3番、続けて負ける、タイトル戦の立ち合い時とプロレス中継とが重なると、テレビから離れなくなる、など、エピソード多数。党内門下に入った時は13歳にして、ようやく党内より、アマ13級とみなされるなど将棋雑誌としては、遅咲きであったが、猛勉強の末1年足らずで、 初段格の実力をつけ、奨励会では、西の内藤と誉まれた各1958年10月28歳で、芝叩く間に、プロ入りを果たす。順位戦でも勝ち進み、プロ8年目にして A 級8段となる。以降、A 級と B 級1組の間を3度往復する。1964年度の最強者決定戦で、帰戦初優勝。同期戦では、 1966、1970年度にも優勝する。1965年度の東西対抗賞計戦では同期戦史上1位の15連勝の成績で優勝する。初のタイトル戦登場は1968年度の王将戦七番勝負である。しかし、大山安春三冠に力及ばず0勝4敗のストレートで敗れる。二度目のタイトル戦は 1969年度後期の棋聖戦五番勝負、中原誠棋聖との戦いであった。後手番での2局で、得意の横フドリック宇宙戦法を披露して、勝利するなどし、初タイトルとなる棋聖位につく。この年度は、NHK 杯戦でも優勝する。同1969年度は、当時将棋大賞が制定されていなかったため表彰、等はなかったもの、日本将棋連盟が、 勝敗記録を厳密に管理するようになってからは、初となる年度内における勝率、勝利数、対局数、連勝の4つの記録で1位を達成した。1971年度、日本将棋連盟敗戦で優勝する。1972年度の第13期王位戦七番勝負における、大山安春王位との戦いでは、第3局と、 第5局で、対3得意のフリービシャに対し、取り差し先方含みの序盤戦術を見せて、いずれも勝利。これを含み4から1でダッシュし、大戦の大い連覇を12で止める。1973年度後期の規制戦では、米長国を相手に2連敗から3連勝で、タイトルダッシュ。タイトル通算 3, 3期の規定により、ダッシュを決めた日付をもって球団に昇段した。 この規定で球団商談したのは内藤が初めてである。ちなみに、米長との対戦は、両者の名の読みが同じであることから、国を対決と呼ばれたり、ダジャレで国を挙げての一局と言われたりした。同年度は、日本将棋連盟敗戦で、二度目の優勝もし、第一回将棋大賞の技能賞を受賞した。1974から1981年度は、 タイトル獲得がないものの、1974年度に第1回競戦で優勝、1977年度には名称戦で優勝、1980年度には第3回オールスター勝ち抜き戦で7連勝をする。4度目のタイトル獲得を果たしたのは、1982年度の大井戦であった。中原大井の先鉄岩の2局で矢倉を受けて立って、 勝つなどして王位を奪取。8年半ぶりのタイトル獲得となった。同年度は王座戦でも優勝する活躍もあり、将棋大賞の技能賞を受賞した。なお、王座戦は翌年にタイトル戦に昇格したが、防衛に失敗し、タイトルとしての王座を獲得するチャンスを生かせなかった。1983、1984年度の名将戦では連続優勝し、 通算優勝回数を3とする。以降、タイトル戦登場と優勝はない。以上のように、内藤の記歴には優勝は多いものの、5回のタイトル、防衛戦で、すべて防衛に失敗しているため、タイトルの獲得数が多くない。また、これほどの記歴にもかかわらず、名人戦七番勝負への、登場が一度もない。三第56期順位戦 B 級一組で成績が、振るわず、 4勝8敗に終わる。その最終局の相手は丸山忠久であり、内藤が負けたことによって丸山は史上初の B 級一組12戦全勝の記録を作った。この時、内藤と有吉道夫が同時に B 級二組へ号級したことは世代交代の象徴と見る向きもあった。しかし内藤は翌期の B 級二組順位戦で、 最終局を残して9戦全勝とし、その時点で B 級一組への即復帰を決める。しかし、その頃に NHK ラジオ第一放送に出演した際、もう一敗しても昇級できたんですよと述べ、巡り合わせの悪さをコメントしている。2000年9月、史上5人目となる通算戦勝を達成して、特別将棋栄誉賞を受ける。名人戦番勝負未出場者としては、 初めての達成であった。2005年度の第64期順位戦 B 級2組では最終局を残して6勝3敗とし自力昇級の可能性を残す。当時66歳だった内藤が勝って昇級を決めれば順位戦昇級の最年長記録を更新するところであったが田中虎彦に逆転負けを喫し昇級を逃した。 2009年1月26日に、史上6人目となる公式戦1100勝を達成した。なお、戦勝が5人目、1100勝が6人目なのはその間に、谷川孝二に勝ち数を追い越されたからである。2010年5月24日、有吉道夫の引退に伴い、現役最年長騎士となる。2013年3月、第71期順位戦において、 C 級二組への高級が決まる。次期第72期においては、最終局で、牧野三森に勝利し、3勝7敗として高級点を回避した。72期終了時点で74歳の内藤は、もしこのまま現役を続けた場合には、次期第73期から3期連続で高級点を、とっても最低でも77歳4ヶ月で引退することになり、丸田雄造が持つ、 現役最年長記録77歳0ヶ月を更新する可能性があった。しかし、第73期終盤の2015年1月、内藤は腰痛と膝痛などで長時間の対局が難しくなってきたことと、私の気風が現代の将棋と合わなくなってきたことなどを理由に、順位戦が終了する3月末で現役を引退することを表明した。 最後の対局は2015年3月12日の第28期、竜王戦6組昇級者決定戦での対、中大佐王戦となり、敗局して引退を正式に表明した。なお、この対局での負けは、加藤ひふみ、有吉道夫に続く史上3人目の通算戦敗、達成であった。また、同年度には、同じ内門下のししも、フリークラス規定により引退したことで、 当内門下の騎士8人は全員退役もしくはぶっことなった。内藤と有吉は長年関西のライバルとしてしのぎを削った間柄とされ、事実、両者が現役騎士であった約51年間で93局もの公式戦4を対局し、内藤49勝、有吉44勝であった。引退直後の2015年3月20日に、 関西将棋会館において記者会見を開いた際にも内藤自身が有吉をライバル視していた旨を10回し、有吉が対局において顔を校長させ、当主をあらわにすることで自身も当主をかき立てられたこと。現在の自分があるのは有吉のおかげである。として有吉に対する感謝の趣旨を述べた。なお、有吉が引退後も非公式戦ではあるものの、 2012年1月2日に NHKE テレで放送された新春お好み将棋対局ドリームマッチ2012東西巨匠ライバル対決においても両者の対局が行われた。気風は伸びやかで居飛車、振り飛車という一括りの言葉だけでは表せないほど様々な戦法をこなし敬愛していた原田野草の命名による自在流と呼ばれていた。その自由奔放な戦術。 気風はタイトル戦の大舞台でも披露され、かつ実績を上げた。特に空中戦法の名称で知られる横取り三三角戦法は、将棋大賞で1994年度から新設の増田構造賞の第一回受賞大賞となり、また後に重行する横取り八五比にも影響を与えた。また人と同じ将棋を指すことや、いつも同じ図面が、 新聞に載るのが嫌だったという内藤は、1969年頃から、ただ一人、横歩を取らせて刺す作戦を採用しており、1969年の、第19回 NHK 杯テレビ、将棋トーナメント決勝戦の将棋が得意の、空中戦の走りであるという。詰将棋作家としても活動しており、本人曰く、詰将棋は、実戦の終盤から発生したものだが、 それだけで十分楽しめる小さな楽園のようなものだと思っているという感想を述べている。また、ストーリーやメロディがある点で歌とも相通ずるものがあるとも答えている。発表作品は数千以上に上っており、緻密な作風が売りである。代表作に玉形、実践処刑、高型実践処刑、ベンハーがある。実践処刑詰め将棋ができるまで、この節は、 1999年7月24日、放送の以後、将棋ジャーナルにおける本人の談話を引用。12歳で、9がつかないほど将棋が弱かった時、江戸時代の騎士、伊藤漢字が表した、詰将棋集、将棋図、匠と出会う。そして、その第一番を見て、こんなにすごいのがあったのかと驚く。それが、将棋の道に進むきっかけになった。しかし、 第97番の玉方、実践処刑詰め将棋については、神様の作品にしてはレベルが落ちると思ったという。その第97番とは、20枚の完全な実践処刑ではなく、6枚の封がないものであった。そこで、奨励会時代に検討してみるが、20枚は無理そうだと断念する。それからだいぶ経って9段まで登り詰めた後、一度挑戦してみようかと思い、 1981年に玉型の20枚のコマすべてが実践処刑の爪将棋を完成させる。しかし、これは内藤本人によればそれほど大変なことではなかったらしい。次に、1990年代後半に高型実践処刑の爪将棋の創作に取り組むことになるが、常日の玉型実践処刑とは大違いで爪将棋の作品としてのルールである。 全ての駒に意味を持たせることは困難を極めた。一旦できたと思えばふっつめで作り直し、あるいは四めを発見して作り直しという試行錯誤の連続で延べ500時間を要したという。諦めかけていたある日、ひらめきがあり、ついにこうかた実践処刑め将棋は完成する。出来上がった作品は73手詰めであった。詰めて順中。 攻め方の自陣にあるすべての駒に意味を持たせるため、相手玉は盤上で自陣近くの左から右へ大きく移動する。左右2枚の強者も、それがなければ積まないということで役割を果たす。79の銀は、だいぶ後になってその場所に角を引く空間を作るための邪魔駒として、2手をかけて消去される。飛車を成り込んで角の開き大手をするときには、後でその竜を横に転換して大手するときに、 負の仲合という受けの名手を許さない場所へなり込む。これらのように、単に実践処刑ということだけではなく、詰将棋としての面白みもある作品として仕上がった。この、高型実践処刑で、1998年度の漢字賞特別賞を受賞した。ちなみに、内藤本人の感想は、長編詰め将棋の作成に必要なのは、体力、少しの才能、そして、 幸運であった。2132千1三3 2勝千敗。勝率0.5310登場回数13。獲得合計4優勝合計13回。将棋解説本。編集詰め将棋。必死。次の一手本。編集次選集。編集他の騎士の対局の解説本。編集エッセイ。編集協著編集新聞連載。編集シングル。編集アルバム。 編集、ありがとうございます。